福テレソネットです、えー。バレンタイン寒波がやってきまして、うん、えっと相馬の山神付近では雪が降っているということで、五十、うん、センチのこれね、あ、五十キロの規制がありますね。ただまだまつ白にはなっていません、うんえー。白くなっているのがここ飯坂なんですけども、<ー>飯坂は結構ほら四十分前横殴りで降ってますね。雪景色になってますね。で強いやっぱり北西の風が吹いてますので、えっ、ー、と富岡ではです、ね。富岡も結構ねこれ。 普段降らないところなんですけど、うん、ほらこれだけ雪が降り積もってますボサボサ降ってますボサボサ降ってますねで雪雲の様子を見てみると、はい、えっと今こういう形で雪雲になってまして主に米沢福島ラインができちゃってるんですよ、うん、でこれがずっと続くとですね福島まとまった雪になるんですこれね9時頃までだと思いますですから福島周辺では9時頃まで、えー、雪が降り積もるでこれね風が 今度北北西に変わってくるんで今度日本松とか郡山で降りやすくなる、うん、ということで明日朝までのですね予想降雪量はこういうふうに作りました、えー、中通りでも降り積もると思っていただきたいと思いますで普段積もらない小名浜周辺でも浜通りでもですねうっすらちょっと白くなる可能性ありますので、うん、明日朝の通勤通学早めにお出かけをというところでございます今日は関係さん、はい、何でしょうかバレンタインデーバレンタインデーですね、はい、で、今日はですね 46年前の今日福島テレビのテレポートプラスじゃないですよテレポート当時の番組で伝えていたトップニュースなんですけれどもこのニュースなんです、福テレのニュースライブラリーの中で私、検索すするんでねいつも古いニュースをその時に最も古い日付でバレンタインで引っかかったのが46年前の今日なんですがこれで皆さんにお見せする前に言いますけど。 まあ、インタビューとかが今じゃありえないよねっていう感じのインタビューでぐい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 いくんですよインタビューの中身もなかなか面白いですのでこちらちょっとご覧ください古い映像なのでちょっと乱れてますよ46年前の今日の福島市内の映像ですにぎわってるインタビュー入りますよ毎年上げてるの 今年はまた違う人になっちゃったから。<laughs> あそう。何好きな人なの？今付き合ってる人。<laughs> 付き合ってるのかじゃあ分かってるわけね。じゃああげないと大変だ。<laughs> 恋人にあげるの？旦那さんです。<laughs> いくつお買いになったの？あのね私の知ってる人がねもう奥さんいる人なんですけども、ね、チョコレート。<laughs> 今日はいっぱい持ってお土産に持って帰るからなぁなんてねうちに言ってきたから誰もくれないと困るからくれくれって言うから <laughs> <あの S 1> <laughs> どうですか、えー、大丈夫ですかすごいですね結構あのインタビューの方ぐ、はいぐいぐいぐいため口で行くんですよ、はい、今じゃありえないですけどねでも面白かったで面白かったですね、はい、結構斬新的な VTR でございましたけれども <laughs> さあ、えー、今日バレンタインでございますけどもね、はい、やっぱりねバレンタインコロナ禍でちょっと変わってきてます、うん 2019年、ですね職場の方へバ,バレンタインを渡した人は36.9%いたんですけども、はい、なんと今、見てください、2022年、去年11%までいっちゃった<お>職場バレンタインが衰退しているということがございますでこのコロナ禍ともう一つるまるでバレンタインを渡す意識変化が起きたこれ、意識が低くなったバレンタインを渡すこれ何で低くなったのかというと79%、これもですね時代っていうかニュースです。 物価高やっぱりチョコも買えない、うん、買いたくないなっていう方が増えているということなので、うんうん、コロナとこの物価高があのバレンタイン商戦に影響を及ぼしているということですね、うん、福島の方チョコ好きだということが分かりました、はい、これねこれも面白いデータです、はい、こちらでございます チョコレートは全国19位ま普通なんですが、はい、チョコレート菓子、はい、ほら個別放送されてたとか、大根、うん、山とか、はい、ああ、いやそのままちょっと言えばいいんじゃないですか。<laughs> はい、そういうチョコ菓子は全国に。関係、はい、さん、これなんで福島をこんなに買ってるんですか。えー やっぱりこう誰かに渡したりとかお茶受けとかかですかね関係さんのご,じご親戚も私も、はい、祖母もあのチョコレート大好きでいつもコーヒーのお供にしてますしだからそれで多いんじゃないかということなんですが、はい、改めて専門家に来ました福島学院大学の佐藤先生、はい、なぜかこれですお茶菓子に出す<ー>でそれを持ち帰らせる文化うん、うん、これ持って帰ってと、はい、いう個包装されてるのでお土産にしやすいのでチョコレート菓子が人気なんじゃないか 福島県民の方が多く買ってるんじゃないかということでございましたそして、はい、こちらでございます意外な品がございました、うん、全国一位、うん、こちらなんです、はい なんとコーヒーココア購入金額が福島市全国で1位でございましたこれコーヒーココアこれコーヒー豆は全国4位飲料が全国8位ココアがなんと全国2位だった寒いから温めるのにいいこと言いますねなぜなのかみんな家が好きなんじゃないか今も夫と一緒にドリップコーヒーとベニマルで買ったクロワッサンでお茶してましたほっこり水がおいしいなるほど ちょっとしたお礼に缶コーヒーをもらうし逆にあげていることもありますうん、うん、チョコレート菓子と一緒にね。補充、はいはいはい、飯文化、うん、これね、小昼飯って書いてある、小昼飯農作業の合間のお茶飲みでしょうか、お客様のお宅に訪問すると、一杯茶に失礼に当たるので、お茶の次にコーヒーが出ることがある,あ,あ,るあるだあるあるでしょう、はい、福島あるあるだと思うんですが、<laughs> さあちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、はい、はいえー、去年、ですねフレッシュロースターコーヒートンや福島店の方に聞きました初めて東北で出店した。 福島県民は豆で買うんだって、はいえー、関東よりもこだわってるそうミルを持っている方も多くこだわる方が多い私もこっちですそして味覚佐藤先生に聞いたら濃い味が好き味がはっきりしてるんでコーヒーも好きなんじゃないかという私も濃いめのコーヒー大好き <laughs> なんか嗜好品が福島の方好きですね、はい